刊姫キュン。さあ毎週火曜日カモリディナイトの日替わりコーナーは、今年度もですね、はい、週刊姫キュンということで、はい、姫キュンの情報をお届けするとともに、うん、姫キュンメンバーが登場してきます、はい、さあ今夜はですね、うんうん、姫キュン今東京にいるということ で、 そ、 うです、ね、その東京にいるメンバーと電話がつながっています、はい、呼んでみましょう。もしもーし、もしもし、おー、その声はマイマイやな。すごい、ちょっと待って、その前にすごいよ、すごい何何この音、すごい歓声だよこれ、ね、皆さん聞こえます？もしもし、こんばんは。マイマイ、はい、ちょっとすごい歓声だけど今どうなってんのそれ、はい、今どうなってんの周りは。はい、今物販中なんですけど、うん、あのすごい、あの東京今すごいなんか嵐っていうか風と雨がすごいんですけど、すごかったんですけど、はい、うんうん、すごいたくさんの方が来てくれてて、うんうん、すごい盛り上がってくれてます。うざすごいね。徳宮さん元気ですか、ね、はい、はい、ほんと元気いっぱいですけど、はい、で、今日はどんなイベントだったの？今日はですね、渋谷オーネストさんで、うん、ワンマンライブをさせていただきました、はい、どうだった、どうだった、うんうんうん、すごい本当になんか初めましての方も多くて、はい、すごい楽しかったです。だからその東京の方とかその普段ね、はい、愛媛の方と違う方もいっぱいいたわけでしょ、うん、はい、どうだったそのファンの反応っていうのは。いや、なんかすごい声援とか初めてなのにしてくれて、うん、はい、もう本当になんかもう爆発してきました。そうか、相当じゃ会場の雰囲気盛り上がったんだろう ね、 ね、はい、じゃあ続いてマイマイ変わってください。はい、次は誰かな、誰かな、もしもし、もしもし、さくらこです。さくらこちゃん、はい、はい、どうも。さくらこちゃんメッセージも来てるよ。はい、ありがとうございます、はい、こちらですね、さくちゃん推しあきらこたんさんですね、うん、はい、こんばんは。こんばんは。東京盛り上がってますか？盛り上がってますよ。外は大変な暴風、はい、おー盛り上がってますってキーワードでみんな反応しちゃうから、ね、反応しちゃうんですね。外は大変な暴風雨みたいだけど、姫キュンのライブパフォーマンスで吹き飛ばしちゃってくださいと、うん、はい、もうすごい楽しいライブだったので、うん、暴風に負けないパフォーマンスをできるように頑張りましたよ、うん、はい、でもね、みんなね、やっぱりその風が強いから、うん、姫キュンのメンバー大丈夫かなってかなりね心配してるよ。そう、私たちは全然建物にいて大丈夫だったんですけど、うん、お客さんが多分来るときにちょっと苦労したんじゃないかなと思って。なるほどね、はい、でもそんな風にも負けずたくさんの人集まってくれたよな。はい、そうなんですよ、まあでもね、これからまだまだイベント続くけど、ちょっと桜子ちゃん、はい、今後のイベントへの意気込みも聞かせてくださいよ。はい、そうですね、これからもさらに勢いをつけて、うん、毎回パワーアップできるような公演にしていきたいと思います。はい、頑張ります。東京のファンどんどん巻き込んじゃってくださいね。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、では次ほのかに変わります。お、天使が出てくる。はい、天使、もしもし、あ、天使、ほのかです。あー、ほのかちゃん、右だけエヴァです。知ってます。どうよ、天使、東京は。あ、みんな天使って言ってくれてます。あ、そうなの。天使ってみんな言って、早く。ほらね、めっちゃ言わせてるやん。言わせてないですよ。な、自然に出たんだな、今のな。はい、ほのたんにはね、聞きたいんだけど、ヘッポコエスパーなごみのね、はい、試写イベントも昨日あったりして、うんうん、そうなんですよ。ヤフーニュースにもね、ほのたんのコメントも載ってたりするよ。そうなんです、なんかそういっぱい書いてもらってて、うんうん、ありがたいです。はい、その試写会どうだった？緊張しました。てか自分も初めてというか、うん、完成したものを見たんですけど、うん、もうね、泣きました。泣きました。この端的にはどんなところが良かった？まあネタバレしないように言って。なんか感動しました。感動しました。うんうん、なるほどね。なんかほのたんもかなり今回ね、ほんと体当たり演技というか、はい、うん、思いっきりこうぶつかっていったみたいね、演技。そうなんですよ、うん、もうびっくりする感じですよ。なんかいっぱい泣いたりもしたんやろ？そうですね、うん、大嫌いな魚を持たされたりうんしたんですけど、うん、
いいものになったんじゃないかなって思います。なんか2時間ぐらいあるものすごい大作らしいですけどね、はい、あの愛媛の皆さんもこの映画楽しみにしてる人多いと思うんで、はい、ぜひあのほのたんから、はい、じゃあ映画についてさ最後バシッとこう PR してよ。はい、姫キュンみんなで頑張ったんで、うん、なんて言うんですか、うん、ぜひ、うん、はい、見てきてください。はい、ほんとね、天使の演技も見どころいっぱいでございます。はい、はい、じゃあ続いて変わってください。はい、次は、うん、マユリンに変わります。マユリン、変わられた。マユリン、もしもし。お、もしもし。もしもし。うん、マユリン元気？はい、ちょっと、はい、元気そうやね。うん、マユリンはどう、東京のイベントをやってみて。はい、どうですか東京は。はい、うん、東京はどうかな。楽しいです。楽しい、ね、どんなところが楽しい、マユリン。もう、なんかもういっぱい今周りにファンの人がたくさんいるんですけど、うん、盛り上がりました。すごくすごく盛り上がった。はい、はい、まあ、前よりさ、これからもちょっとまだ東京、それからね、京都、名古屋とイベント続くけども、はい、前よりはどんなところが楽しみ？もう全部ライブ一つ一つが楽しみですね。楽しみか、はい、なんかあれなの、どうなの、東京観光とかさ、そういうプライベートの時間とかもあったりするわけ？あ、そうですね、今日の午前中に、うん、109行きました。あ、109はい、109って服買ったの？ショッピングして、ショッピングしたの。あ、そうか、それは楽しかった。楽しかったです。なるほどな。なんかものすごい、なんかそっちもね、充実して、うんうん、やっぱいろんな意味でこう東京楽しんできてほしいなというふうに思いますけどね。うんうん、はい、はい。じゃあ、マユリン、今後に向けての意気込み教えてください。はい、もう全力で楽しんできますので、はい、愛媛から応援よろしくお願いします。よいしょ、はい。はい。じゃあ最後、帰ってください。はい。ユンちゃんやな。最後、ユンちゃんですね。はい、もしもし、ゆんちゃん、もしもーし、もしもーし、ゆりやです。はい、はい、ゆんちゃんどう、今東京は。東京は、うん、とりあえず叫びが出てくるね。すごいね、一人一人に。なるほどなるほど、伝わってきます。ゆんちゃん的には今回の東京のイベント、はい、今のところ印象に残ってるところどんなとこですか？そうですね、うん、なんていうんですか、愛媛の盛り上がり方と東京の盛り上がり方っていうのはなんか種類が違くて。え、どういうこと？なんか、なんでしょう、なんか愛媛はなんか皆さんがサイリウムを持って、うん、わーって感じして、なんか東京の方はなんか、プロってるんですか、熱くて、うん、すごい、なんだろう、熱狂的ほーすごい伝わるものがある感じ。でもあれなんだね、その姫キュンのやっぱり噂とかやっぱりそういうのがしっかり東京にも届いてるみたいね。あ、言ってくれました。それはなんか知り合いから来ましたとか、うん、言われるのですごい嬉しいですね。あ、そうかそうかそうか、だからある意味今日初めて見るけど、もう姫キュンのことはねもちろん知ってたし、はい、楽しみに待ってたっていう人が多いんかな。あ、そうです、なんか、うん、昨日超えない買った人とか、秋の来たらよかったとか言ってくださったりするのがすごく嬉しくて、うん、はい、なんかもう温かい方ばかりで本当に良かったです。はい、でまあな、本当これで東京やって、で、はい、今度明日は名古屋で、その後京都と、まだまだこれ、はい、ツアーが続きますけども、続きます。はい、ゆんちゃん的にどんなとこ楽しみ？愛媛県のやる気というか全力さを見て、うん、いただきたいですね。はい、まあ本当ね、おお、まだまだちょっと風がちょっと今日も強いみたいだけど、この後も気をつけて、はい、はい、そしてね、名古屋京都と続きますけど、体調十分気をつけてね、頑張っておいでよ。頑張ります。はい、じゃあみんなにもよろしく伝えて、そしてそこにいるお客さんにもよろしくお伝えください。はい、わかりました。はい、というわけで姫キュンのメンバーでした、どうもありがとう。ありがとう、ありがとうございました。ファンの皆さんもありがとう。すごい、届いた。失敗もない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 、誰にでもあることさ、だけど絶対諦めないで、そうだ、ゴン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 ベンアンサー、期待して聞くよ、 No yes n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 o、 いつかはきっと君の答えを聞く。
さあリリースされたばかりのね新曲姫キュンフルーツ館恋が止まらないお送りしました。はい、しかしなんか東京のファンの熱気がすごかったね。すごかったですね。いや僕正直びっくりしましたうん、うん、もうあそこまでしっかりファンの心を掴んじゃってるんだと思うとね、はい、またこれはこの後の名古屋京都っていうのもね、うんうんうん、すごいこうまた楽しみです ね、 本当ですね。映画の方も早く見たいんですけどね、うん、はい、というわけでその姫キュンまだまだ松山を離れてですね、はい、このままツアーが続きます、はい、この後名古屋京都とありまして、はいはい、次愛媛に戻ってくるのは4月の7日、うん、今度の土曜日です、はい、この日はですね1日2回公演で、うん、松山サロンキティでアイドルサミットが行われます、はい、アイドルサミットというだけあってまあ全国各地からアイドルが集まってきます、はいはい、はい、こんなイベントがねありますんで、はい、ぜひこの2回公演ありますんでね、うんうん、7日土曜日ぜひ松山サロンキティに行ってみてください、はい、詳しくはですねホームページこちらをチェックしてほしいと思います。というわけで以上今週の週刊姫キュンのコーナーでした。